手柄山山腹から姫路市街、姫路城を望む。右手に所々残るのが、モノレール廃線跡手柄山は、兵庫県姫路市中心街の南西に位置する、標高約50メートルの山である。山のやや南部を指導が、東西に、霧通しで抜ける。第二次世界大戦後に、前山が手柄山中央公園として整備された。 同公園及び公園内の各施設については、手柄山中央公園を参照。歴史への登場は古く、ハリマ国風土器に言わざとの、で、外宮として見える。ハリマ国風土器では、名の由来を、ハリマ金国の神々が集まり草を手で刈っていたまたは、鎌を知らず手で稲刈りをしていたことにちなむ、としている。また、江戸時代には手柄山市派と呼ばれる刀鍛冶の、本拠地があった。 1956年、全国戦災都市連盟により、太平洋戦全国戦災都市空爆死没者、異霊島が建立された。高さ26メートルで、白亜で独特の外見を持つ。異霊島の建立を誘致したのが、戦後復興期に姫路市長に就任し、大手前通りなどの積極的都市整備を行った岩見元秀である。 この誘致に応じ全国戦災都市連盟が混流したもので慰霊島の手前両側に太平洋戦争で空襲を受けた一都九十九市十三町の石踏みが並ぶ。慰霊碑の混流に引き続き観光地としての手柄山の開発に注力したのも岩見元秀で市長であった。1966年には手柄山で地方博の講師ともいえる姫路大博覧会が開催された。 博覧会を機に、山上には西洋の古城を模したおとぎの国のような建物が続々と建てられ、また遊園地や図書館、水族館、温室植物園、展望台、陸上競技場などが集積し、手柄山は姫路市の一大文化拠点となった。市中心街から手柄山までのアクセスとして、姫路市営モノレールが開業した。しかし、博覧会後は、 需要が伸びず、1974年に休止、1979年に廃止となった。その後、文化施設は、手柄山街の市内各所に分散して、新築、移転されるようになった。姫路市立図書館は、レンガ建ての美しい建築を誇っていたが、本館機能の姫路城内への移転とともに、取り壊された。跡地は、手柄山南東から山上へのエントランスの一部と、 なっている。なお、私立図書館移転後に、手柄山近辺に、私立図書館手柄文館が新築されている。先に述べた、西洋古城風の建物は、現在も残り、慰霊塔や展望台などと、相まって、独特の景観を醸し出している。文化拠点としての集中度は薄れたが、手柄山は今なお、スポーツ関連施設を中心に、姫路市文化ゾーンの一翼を担っている。 1950年代から開発された公園であり、一部設備では老朽化が進んだため、水族館が2008年から2011年、姫路球場が2011年の2014年にかけて全面改修工事を行った。回転展望台の喫茶店は2018年3月25日をもって閉店した。手柄山中央公園は南北、 東西方向ともに約750メートルあるので、距離は外数で示す。最寄りの鉄道駅から近く、徒歩でのアクセスも可能。JR 姫路駅前から新規バスが運行。姫路駅北口から26.2728.29系統が発着。姫路駅南口から95.9697系統が発着する。97系統。 手柄山ループバスは土曜、休日のみ運行。姫路駅南口から手柄山を周回、横断し、姫路駅南口へ向かう内回りのみ。全線所要18分。姫路駅南口市便8時25分、終便16時55分。運行開始当初は20便。2011年に22便。2012年4月に25便となった。ありがとうございます。